やばい、この部屋が懐かしすぎる。まず親のうなじぐらいみたいよ多分この部屋。やばー、懐かしすぎるんだけど、これここえぐい。やばいやばい、でこっちダウニーがいるんだよね。えぐいって、ここからこうやって何回登ったことか。うわ懐かしい、ここで育った感あるもんやっぱり。うわ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 、懐かしい懐かしい懐かしい、この BGM やばい、やば。まずマッチングするかが問題。あでも意外にする。よーし、マジで1億年ぶりぐらいのスプラトゥーン、元祖スプラトゥーンやっていきたいと思います。まずさ、このステージみんな知らないんじゃない。ネギトロ炭鉱っていう、昔あった。それ待って、横振りしかできない、やばい。昔のローラーってね、横振りしかできなかったんだよみんな。ほら見てこれ、見てよこれ、何これ、不良品だと思うでしょ。でもね、逆に縦振り出た時はびっくりした。あーチクチクチクビ、マジだるいわ。思い出したわ、チャージャーもクソ強かったよ、スプラトゥーン1の時もうクソがつくほど強かった。まあいいや、あのね、チャージャーだけじゃなく俺のローラーもな、クソ強いんだよっと。まず1枚で、もう1枚この辺にいるんだろっと。いないんかいって、いやいないんかいって。そう、センサーもあったんだよね昔はね。うわ懐かしい、見てこのコロコロする感じ、これは何も変わらない。やば、ごめんなさいごめんなさい、はいビーコンいっちゃいます、ほいっと。あやば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 、キコ、あやばキコ、いやー懐かしいなこの感じで。スプラトゥーン1といえばよ、はい大王イカ、うえーこれですよ、見てみんなでかくなんのよイカが、びっくりでしょ、イカがでかくなるの。正直な話、うわあいつやりて、あいつやるわ、はいはい、あーうわ懐かしい、みんな見てあそこ見て、ヤングドーナツあるでしょ、ねえあれのことヤングドーナツヤングドーナツ言ってたらさ、ヤングドーナツの会社さんから直々にヤングドーナツグッズとさ、ヤングドーナツもらった過去あるんだよね実は。何が起きてんの、俺バレてるけど、何が起きた、後ろにいいのかと思った、キャッ。いやーマジで懐かしいな、なんか音楽も懐かしい。なんこつにしちゃおっか、このイカちゃんはみんな刺身で食べるけど、こいつだけは油で揚げちゃおう。うん、油で揚げちゃおう、どん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 、え飛んでみるか久々に、ここに飛ぶわ、ヤッホー、イエイ、ちょっとオッケー、いいね。さあどんどん行くよ、おーなんこつ、あーやめて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 、イエーイ勝った。せっかくならなんか2にない武器使いたいよね。この辺は全部あるてか、まあ全部あるか、だから基本的な形はあるけど、なんだろう、あもうこれとかネクロとか知らないでしょとか、あスプラッシュ言ったらわさびとか、懐かしい、俺わさび使おう。あモンガラキャンプ、これはみんな知ってんじゃない、モンガラキャンプは2でもあるから。でもね、なんだろうな、なんかね故郷に帰ってきた感じあるよね。もうね、俺がねスプラトゥーンで伸びたきっかけとなったステージだからね、モンガラキャンプのなんか解説動画出したいよ。そこから俺の人生は変わったね本当に。だから人生のなんかもう俺の母校だと思ってほしい、このここは。いや懐かしいな、ガチで懐かしい。でさ、このスプラシューターわさびもさ、めっちゃ可愛くて好きだったんだよね。あ使っちゃおうか、じゃあこれ早速どの辺打とうかな、じゃあこの辺打ちます、トルネード、こんな感じこんな感じで、え待って、あ自分のとこに打ってた俺、いやでも浴びたかったから久々に、まあよっしゃしよう。そのスプラシューターボム、これ1と違うんですよ、スプラシューターボム今の。敵いる、はい俺の方が1枚上手です、飛んでけこれ、いいね、トルネード気持ちいいよ、あと1分ぬれぬれぬれ、おら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 、なんか伊達に体が覚えてるわ、見てこのエイム力、見た今のエイム力で、こんなのもクポ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 からの、なあ出た出た、食い棒リッター、あブラスターうざい、お前がうざい、何やってた今、あんだけ頑張ってたんだよ俺、ほい大丈夫大丈夫、いない、あーそこいるね奥に、はいボム転がしてこうね編成、なんで俺のキルじゃないのか、残り10秒、ぬれ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 、まだ勝てるよ、まだ勝てるまだ勝てる、諦めたらね試合
終了ですから。このトルネード強いよ、ほら左上見てね、このトルネードが多分勝負分けたと言っても過言じゃないよ、これマジで本当に。久々にガチマッチやりますか。いやーでも懐かしいよね、スプラトゥーンがさ2015年の5月28日なんよ発売で。俺も1ヶ月後とかに買ったんだけど、まあ15年ってことはもう7年も経ってるってことでしょ。早くない？まあいいや、ガチマッチやっていきたいと思います。よーし頑張るぞー。マジ久々のガチマッチ、これはね先輩になっちゃダメだからちょっと真面目にやるけど、いやでも体が覚えてると思うんだよね。もう最強の武器持ってきたから、もうスプラトゥーン1といえばこの武器みたいな。でしっかりエリアで、これマップ開けないんすよね。やばい、えいめ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 い、危ねえ、危なかった。これ裏いる？裏いない？やった、ナイスナイスナイス、エリア塗ろう、エリア、はいボブ、よっしゃ、塗る塗る塗り返す。あれ全然取れねえ、なんでなんで、取ろ取ろ取ろ、オッケー、よいしょ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 、危ねえ危ねえ、そこにボム、あごめんなさい、あごめんなさい、こんにちは、どうも、僕の名前はイモリです、イモリです、イモリです、イモリです。飛んでるな、どっかこの辺か、イモリです。いないか、てか今の見た、みんなスーパーショットって言うんだよ、このねスペシャルは最強すぎたって言われてる、スペシャルですね、最強すぎて、もう、あ、やば、あ、こいつね、バリア、そう、ちゃんと覚えてる、ちゃんと、あ、大丈夫か、助けて、でもお前は許さない、すごい。そう、スプラトゥーン1はね、無敵があるからね、強いよね、もうそいつがスペシャル持ってんの見たら、すぐ逃げないといけないみたいな、もうそうそうそう、そういうレベル、待って、裏いる、裏いるな、あいつらは2人行ってくれたから任せといて、俺は、あー、やばい、これ止めなきゃ絶対負ける。でも人数が不利状況、ちょっとまずいね、これちょっと止めなきゃ負ける、止めなきゃ負ける、色塗んなきゃ負ける、あー、名前やばいやついるんだけど、味方雑魚だと放置って、お前心はねえのかよ。よーし、あ、ショッツル鉱山いいね、ショッツル鉱山はもう俺の庭だから。さあちょっとショッツル鉱山ってなるとエリアが2個になるんで、ちょっとまた戦い方が変わるんだけど、相打ちね、把握ね、その辺塗って、初手ここ入って、塗る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 、エリア塗る、ナイス、エリア塗ったよ。じゃあちょっと俺のスーパーショット見せちゃおうかな、どこにいる、そこだ、当たったんじゃない、え、当たんない、あーマジか、全然、あてかな、あー味方雑魚だと放置くん多分放置してるわ、あれ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 、味方雑魚だと放置くん、ちょっと待って待って、本当に放置するんだ、ありゃこれもう終わっちゃうぞ、これこれもう終わっちゃうぞ、これあと塗ったらもう終わっちゃうもんね、あれあれあれ、あーあーあー、もうね、アッキーが強いから放置したに名前変えろ、いや2キル2です、うん、俺雑魚、いや皆さん、俺の大好きな大好きなノバちゃん持ってきた、ノバちゃん見て、この丸いフォルム、ノバちゃん持ってきたよ、いやでもノバちゃんってなればね、もうね、俺もね、もうね、思い出すよ、本当にいろいろと、いろいろと思い出す、まずここに入って、はい1枚、あ、うちごめん9万本もあったんか、懐かしい、初手ここからそこのコンベア来るやつをまず撃つんよ、うわ懐かしいな、スプラトゥーン1のノバ最強だからね、だってボムラッシュついてんだよ、塗りもできるんですよ、最強の武器と言われても過言じゃないこの武器、はいまずここ、はい、ニヤリ、いやニヤニヤした、ニヤリして、そこいるでしょ、はい直撃、やばい、感覚が忘れねえよ俺のノバはな、よいしょ、やばい、ここ入れ、くそ、やばい、あーやばい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 、タニエンのお茶漬けを今日は食べます、大丈夫、そこの敵は俺に任せて、うわ2発目直、2発目って何、2発目直はなんかすごい損した気分になる、そこで俺に任せて、え、なんで、あとちょっと、あと頑張れ、ナイス、やばい、ちょっと相手の方が優勢な状況だ、さて本気出しますか、はいまず本気出したからボムで、もう最悪、もうそうだよ、そういえばそうで、無敵に弱いんよな、思い出したノバ、いやもういろいろ思い出してきたからもう負けないよ、やば、ちょっと待って、もう負けない、それカバー、ナイス、やっぱ怖い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 、
怖い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 、そこいるね、分かってるね、それは。ボムラッシュも貯めたいけど、ちょっと待ってね、どういう状況今、ちなみに。そこの裏にまずボム投げて、カモオッケー、一緒に行こう、一緒に行こうね。もうボムラ溜まるから安心して。はい、ボムラ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 、これだよ、これ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 、ほら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 、見た今の投げてるイカちゃんの可愛さ。はい、そこボムで左に下ろして、そこが終わった終わった、あ、やばい、あと一発、あー、えぐいえぐいえぐい、これ勝てないか、もう一枚やったよ、一枚やった一枚やった、まだある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 、やばい、銃撃でしてるけど、銃デスしてる、ごめんなさいマジで。いや、やっぱ久々だからね、めっちゃ死んじゃう。よーし、やっぱ俺にはローラーしかないっしょ。あー、ローラーやっていきたいと思いまーす。見てよこのローラー、もう何回使ってたか分かんないかね、このローラー、バシャー、ほら、いや懐かしいなー、7年前にこのゲームを買ったのか俺、7年前にゲーム買ってさ、もう夢中になってゲームやってさ、一番今まででハマったゲームなんよね、やっぱり夢中になってやってさ、ごめんなさい、もう夢中になってないよね今俺、ごめん、全然集中しなかった今のは。懐かしいな、ちょっとお小遣いがね入って、ちょっとなんかゲーム買おうと思ってね、うおーびっくりしたまで買って、でね、やってみてめちゃくちゃ面白い、こんな神ゲーに出会ったの初めてみたいな。やばっやばっ、バレてませんようになでね、買って、そう、もうね死にそうになりながら毎日やってて、で配信してみようみたいな感じで、ううで YouTube 始めたんだよな。本当にこのゲームはもう懐かしい一品ですよ、本当に懐かしい一品。それカバー入れてあげたい、ナイス、塗ったよん、ゴリゴリいくよ、ゴリゴリいくよ、ゴリラだと思って自分のこと、うほ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 う、待って、ゴリラ級のゴリ押しでなんか2枚やれたんだけど、やばい、ちょっとうほうほう言ってる場合じゃねえわ、ちょっと本気でいきます、ガチでいきます、ちょおお交差したの今俺ら、とりあえず塗ろう、塗らんと始まんねえよ、よいしょ、それでさりげなく入り込んで、で芋って芋ってどう、ナイス、芋ってどう、いやちょっと待って、やばい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 、危ねえ危ねえ、とりあえずスペシャル溜まった、これもう結構2落ちでしょ、3落ち、ナイス、ある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 、それもカバー入れるよ、ナイス、ある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 、で俺スペシャル溜まってっから右から打開してくる感じか、スペシャル溜めよう、スペシャル溜めよう、エヴァでーす、エヴァでーす、お前ら追い込んでやるよナイス、勝ったんじゃないこれ、勝ったよ、勝利のビーコン、いやー、やっぱり神ゲーだわこのゲーム、やっぱりね、元祖神ゲー、本当に11キル11です。